いたかったわ、シオン。今日で255日目か。なんだそれ。俺が機関に入ってから今日で255日目なんだ。日数なんか記憶してたのか。どんなに記憶のかけらをつなぎ合わせても、外に記憶が流れ出してしまったら、すべての記憶は返ってこない。流れ出した先で別の記憶とつながってしまったら、元の場所に戻れなくなってしまう。ナミネ、お前には何かが見えているのか。もし別の記憶とつながってしまったら、彼女はきっと耐えられない。彼女。私は存在してはならないの。お前はどうしたいんだ、シオン。私は二人と一緒にいたい。じゃあ戻ってきなよ。でも今のままじゃ戻れない。ねえ、どうすれば二人と同じになれる。お前らのくだらない友情ごっことロクサスの消滅、どちらが大事なんだ。すべて元に戻すんだ。俺たちの目的のためにもな。聞いてもいい？空といつも一緒にいる女の子のこと。カイリのことか。カイリ、私にとてもよく似ている女の子。空が大切に思っている子だ。ごめんなさい。でも私は今いなくなるわけにはいかないの。大事な友達がいるから。だったら考えるんだ、シオン。自分が本当に帰るべき場所を。私の帰るべき場所。帰ろう。帰れないよ。どうして、なんでだよ。手加減はなしだよ、アクセル。ふざけんな。俺は決めた。お前らが何度逃げようが、俺が何度だって連れて帰ってやる。完全に停止してしまったな。はい。もはや一刻の猶予もならない。お前もそれを理解しているのだろう。ああ。私は一体誰なの？